10年ぶりの発掘調査が進んでいる吉野ヶ里遺跡で、奈良時代に使われていた青銅製の森が見つかりました。県は地域の行政機関があったことを裏付けるとしています。やはり吉野ヶ里遺跡っていうのは弥生時代はもちろんですけども、やはり奈良時代もそうですし、やはり相当な遺跡として、情報量といいますか、可能性を秘めたといいますか、ポテンシャルといいますかね、遺跡としてのすごいやっぱり重要な遺跡だと思います。それを再認識させられたという。新たに見つかったのは、奈良時代に使われた剣と呼ばれる重りです。大きさは3センチほどで、行政機関に税として納められていた綿や織物の重さを測るために使われていたと推測されています。奈良時代の建物跡の近くで見つかったもので、金属製の剣が見つかるのは県内では初めてです。これまでに奈良県の平城京や太宰府など国内でおよそ50の出土の例があり、県は地域の行政機関があったことを裏付けるとしています。吉野ヶ里遺跡は今年5月から10年ぶりに発掘調査が行われていて、今回見つかったおもりはあさってから吉野ヶ里歴史公園で展示されます。